どうも体同落成骨教師の代表高野教師です、えー、ゴールデンウィークがー終わりましたね。終わりましたねっていうか私が終わってるだけで、えー、この週末まで、えー、続いてる方もいらっしゃると思いますがもう本当終盤ですね。えー、そこを終盤にかけて本当に気温が上がりましてすごく暖かいむしろ暑いんじゃないかなっていう世界になっています。本、え、当、ー、にここの暑くなりかけのところとかけととろ は熱中症とかあお気をつけてください。いきなり暑くなってね、暑熱順化ができてないってことで、暑、えー、い、うん、やられてしまうってこともあるので、えー、お気をつけてください。でですね、えー、今日はあお願いが一つありまして、えー、お話しさせてもらいたいと思います。えっ、ー、と、えー、今後ですね、えー、うちの体道場ラフし骨院き用者としてはですね、 え、スポーツを頑張っているお子さん、スポーツを頑張っている方に対してしっかりとサポートしていきたいというか、事業展開していきたいなというふうに思っております。でですね、もうすでに何人かの方ですね、高校に来られていた患者さんの保護者の方にですね、ちょっとお話しさせてもらえませんかっていう形で、ちょっとメッセージを送らせてもらいました。まあ、当然ながら、 無理にはっていうことはできないんですけれども、あの、お話を聞きたいなと思っております。で、<laughs> あの、私、話してもいいよって方がいらっしゃれば、ぜひちょっとあの連絡いただければなと思っております。なかなかね、えー、ちょっとインタビューとかっていうと、ちょっと硬、えー、いかイメージになっちゃうかもしれませんけど、まあ、ちょっとお聞きしたいのはですね、えー、まあ スポーツ頑張っているお子さんを持っている保護者さんであれば、例えばどういうふうな治療院があったらいいかな、どういうふうなトレーナーというか、がいたらいいなと思っているのかなとか、どういうふうにここ,をここを利用したことがある方であれば、どういう思いでここを探して、どういうふうにここに来られてですね、 で、やって、え、来たのか。または、ここでやってたことが、どういうふうに捉えられていたのかな、捉えられていたのかな、というのをお話し聞きたいな。で、あの、僕は僕の気持ちで、え、力になりたいな、痛みを取ってあげたいな、動きを良くしてあげたいな、という形で、頑張ってきてたんですけれども、それが本当に届いているのかどうかを、やっぱりちょっと、調べてみないと、僕、わかんないなと思ったので、 そのお話を聞きたいなと思ってますあの。本当に忖度なしで全然構いません。私がよりバージョンアップしてですね、また来られるときにあの、よりいいサービスをね、届けていきたいというか、そういうふうに思っておりますので、で、次に来られる方のために、自分がもっともっと向上していけたらいいのかなと思っておりますので、そういうですね、データとして、ちょっとお話しさせてもらえたらなと。はいあの 何でしょうねそんなあのいい話だけ聞,聞きたいとかじゃないんですそういうことじゃなくてあのぶっちゃけた話どう思ってましたみたいなぐらいになっていうかえどういうふうにあの今例えばあトレーナー がいいいいいるととととしてどううううここをを求めたたですかとかそういうことを聞きたい僕も結構そのトレーナーとか治療家とかやってちょっと長くなってきたというか10年は過ぎているので20年ぐらい20年はいかないけどもうちょっと20年なんですけどその辺になってきているので何つうのすねえとどういうふうなその業界の人間からじゃなくて私はずっとやってたのでやっぱり自分目線になっちゃうんですねあの受けての方でどういういうな あの人がいてくれたら嬉しいかなっていうところを生の声を聞きたいなと思ってましてえそういうなのをお話し聞きたいなと思っております。えっとまあねこのチャンネル見てる方は大体まあ会ったことあるのかもしれないですけどあのもし話聞いてもらいたいのでただ話をさせてもらったらぜひですねえその方のですね要望に合ったサービスをですね構築してですねえそちらの方にえお返ししたいと思っているので。 もうこういうふうにやってくれっていう要望からバンバン言ってください。それに対して返していけるようなものを構築しようと思ってますんで、えー、なんつうか、ね、要望をどんどん言っていただければと思うんですよ。そういうのを言いたいっていう人がいれば、ぜひ聞いていただきたい。あの、当然ながら、地元でいうところのナポリだとか、そういうところの親御さんたちの意見だとかあれば、もしこれを見てる方がいて、 あ、こういうの欲しかったの、あんた、あんたできんのとか、あの、こういうことをやってくれんのっていうことであれば、言ってもらえばいいし、そういうのを話聞きたいんですよ。どういうふうなのを求めてるのかなっていうのを、今度生の声聞きたいだけなので、えー、そういうふうに話してもらえたらいいかなと思っております、えー。よろしくお願いします。あの、めっくんの子たちも見てれば、まあ言ってもらえばいいけど、あのー、まあ、保護者さんにも話してもらってですね、まあちょっと、 ズームのアカウントまだ取ろうかなと思ってますけど、そういうので、えー、オンラインで全然構わないので、話しさせてもらえばいいかなと思っております。はい。というお願いでした。えー、何人かにはまた、あのー、ズうしくも LINE させてもらいますけれども、あのー、すいません。お話聞かせてください。よろしくお願いします。えー、自分たちが、自分たちがってこと自分らしかないんですけど、自分がもっともっと向上して、皆さんに、えー まあ、僕のできる限りの能力を還元できるように、えー、頑張っていきたいと思っておりますので、お話を聞かせてください。という話でした。はい。以上です。では、あ質問やコメント、そして、えー、お話ししてもいいよ。っていう方コメント欄残してもいいし、直接の連絡でもいいですので、えー、よろしくお願いします。はい、それでは今日ここ問題になります。では、よろしくお願いします。